t l s シュタ t ン i n は、ドイツ連邦共和国バイエルン州文ジーデル、イム・フィヒテル・ゲビルゲ軍に属する市場長で、t l スハイム行政共同体を構成する自治体の一つ。この自治体は、チェコとの国境近く、アウトバーン A93 沿いのフィヒテル山地内に一致している。この町は、公式には15の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。 T.L. シュタインの名は、エーゲル軍文書館に保管されている1340年3月20日付の資料の作成者として、アルブレヒト・デア・ノット・ハフト・フォン・ティルシュタインと記されているのが書出である。その3年後の1343年7月16日に、皇帝ルートビヒデア・バイエルンは、アルブレヒト・ノット・ハフトに建造された T.L. シュタイン城を報道として与えた。14世紀の終わりに、 ノットハフト家は、市場長のティーエルスハイムやマルクトロイテン及びその周辺地域に属する集落をも含めたティーエルシュタインの領主権を、埋線編共白ビルヘルム一世に売却した。1415年になると、遺産相続により、この城の支配領域はすべてホーエンツォレルン家出身のニュルンベルク城博のものとなった。この城には、大官が置かれた。1603年、 ブランデンブルクアンスバッハ編脅迫、ゲオルクフリードリヒは、城の廃止と T.L. シュタインの町の外に、新しい役所を建造するよう命じた。その後、城は荒廃するに任せられた。この町は、1725年に突然起こった、大火事で、その大部分が廃になり、また1945年には、アメリカ軍の砲撃により一部に被害を受けた。 遠くに望むことができる上司は現在では人気のレジャーコースになっている。残されたベルクフリートからはフィヒテル山地内部全域やエーゲルラントまでを見渡す素晴らしい眺望が楽しめる。この町の議会は12人の議員からなる。ありがとうございます。